じゃん。はい、どうも、こんにちはっす。サルーインでーす。トラドルの実況を始めていきたいと思いまーす。今日はというか今回は、ごめんね、ちょっとね、テンションがね、上げきれてないというか、やっぱ最初に茶番、何らかの茶番は入れた方がいいかな。いかんね、テンションが低い。ああ、そう、ヤミちゃんの衣装、いっか、このままで。いいよね、でもね、制服は制服で可愛いよね。でね、今回は、まず、進化をしようと思います。はい。でね、そう、このモモね、温泉旅行モモ引いたんですけど、ハイパープルトーンってよく考えたら、めっちゃ被ってるやん、スキル。いやー、ハイパープルソングと勘違いした。いやー、もう、やっと待機所がちょっと軽くなるかなーなんて思ったんだけど、なんだろうな、この絶妙なスキル被りね。被んないスキルが欲しい。本当に SR 以上で。割と本当切実なんですよ。もうこれ、毎度多分言っていくと思うんだけど、もう、やばいっすよ。待機所2が埋まっちゃうよ。どういうことなの？すごいよ。もうやばいよ。確かにね、スキルレベル上げようとか思ってね、Nキャラチケットをね、回してはいるんだけど、また回せなくなっちゃうんですよ、これ。本当に、あくびも出ますよ。または、Nキャラチケット6200まで減らしたんだけど、まだ6200あるからね、言うて。本当に。まあ、そんなんは置いといて、ね。まあ、もう、あれやったら、まあ、もう一回課金しますけどもね。最終的には、本当に倉庫課金だらけになっちゃってて、もう多分、待機所全部課金することになっちゃいそうな勢いですね。いやー、でもちょっと、もうちょっと、こんなハイペースで課金するつもりはないんですよ、運営さん、私。はい。まあね。一応ね、還元云々の話もしてますからね。まだ私の YouTube の再生数じゃ、還元どうこうじゃないんですよ。マイナスですとか言って、まあ、はい、すいません。まあ、そんなやらしい話ばっかしてもしゃあないんでね。はい。じゃあ、行きましょうか。ヤミちゃんの進化をしていくよ。どっちにしようかね。やっぱこれかな。届ける思いかな。男性がいいな。ね、まだね、レベル低いからね、スキルレベルもね。本当はね、ここ行きたいんだけど、ハートソングのね、なかなかハートソング弾かないんだよね。ここを上げた時にね、4になってくれたらサクッと終わったんだけどね。生地ね、3から始まるもんだからさ、やっぱもったいないんだよね、3と3掛け合わせるってさ。ね、やっぱ4と3とかにしたいしね。まあはい、すいません、こだわりです。ってなわけで、まずここ。ここね、100% を使うつもりはないんですよ、実はね。5と10と25。この間で、なんとか上げたい。ん？なんだ、地震か？気のせいかな？気のせいということにしとこう。いくよー。レッツゴー。まあさすがに 5% を一発でってのは虫がいいよね。そうそう都合よくはいかないと。いくぞー。ここで欲しいよね。やっぱこういうところで取っていかなければ、まあなかなかうまくいかないと。さあいくぞー。けうい、やるじゃない。2個。まあ5はね、さすがに5でいけるとは思ってないけどね。10はね、割と実績がありますからね、言うて。10% 取れんかったらね、ちょっとね、まあいかんよねと。お、もう何って感じだよね。これも見てよか、あえてね。まあ多分いっちゃうからね。まあ。まあね、この程度でね、くじけちゃいけないよ。
まあね、言うてね、多分あと1回か2回やってる間にね、行っちゃうと思うんだよね。おいえ、これですよ。どうです？特別なものですね。割とね、10%ね。私もアイドルとしてより輝けるのでしょうか。ね。そう、実績があるわけですよ。10%の実績。これはね、素晴らしいよね。我ながら素晴らしいと思います。我ながら。というわけで、ここも行っちゃおう。さすがこれ10%を2連続取れたら、もうね、なかなかだと思いますよ。本当に。まあ、確率に愛されてる男という、まあ、なんか、別称が、別称っていうとなんかあれだな。あんま、なんか、違う感じが当てられちゃいそうだよね。よくない。まあ、なんか、なんや、異名というか、なんかいい言葉なかったっけ？まあいいよ。はい、25。ここ欲しい。ここ行ってほしい。100はね、あっちに使いたいの。ハートソングの方の。シークレットライブの方に使いたいんで、ここは欲しい。25%。25%ぐらいは行かなきゃいけない。あ。はーい。ダメでした。まあ、これはちょっと別の機会かな。ここはね、ちょっとね、あそこに残しておきたいんですよ。シークレットライブの方に使いたい。でもまあ言うて、そろそろもういい感じだよね。進化も。ちょっと見思ていみよう出、か。見返あ、せなそういでそう。す。アルバムで言いたいこともあったんで、ちょうどよかったね。とりあえず SR なんですが、これさ、SR ここの3箇所もさ、気になるんだけどさ、なんで埋まらないんだろうね。多分、ウィキとか見てもなんか存在してないと思うんだけどな。なんかここ知ってる方いらっしゃいましたら、ぜひ教えてください。 持ってるよとかって人がいたらね。ぜひぜひ教えてください。お願いします。で、はい、見てください。SR の進化具合。どうですか？ここの3箇所は埋まらんということなんでしょ？だから、あと本当にもうちょっとで、ヤミちゃんフル進化計画もね、いい感じですね。ここもシークレットライブだからね。で、ここは誕生日がね、埋まるんで、ダンスとアクトで。なんで、ほぼね、SR の進化はもうそろそろいい感じに終わろうとしてますね。素晴らしいでしょ？我ながら。まあ、SSR はまだまだなんですけど、はい。でね、そう、これが言いたかったんだけど、はい、この間進化した、このカード。はい、魔族ヤミちゃんなんですけど、これ何気にスケスケゴーグルくんかなんかだね、多分これね。で、こうなってるんですね。これだから、なんかね、これなんか超邪魔じゃない？このね、ゴーグルくん的なやつが。と思いきや、なんとこのカード、触ってみます。はい、どうですか？これは進化した人だけが楽しめる。まあ私がこうやって動画上げたら、まあ別になるんだけど。はい、どうですか？はい、ヤミちゃんかわいいね。はい。はい。あんまりね、あれやっちゃうとね、変態みたいになっちゃうんで、あれなんですけど。いやー、素晴らしい。こういう機能があったんです、実はね。このシリーズ知らなかった。いや、すごいっすよね。だからこうやってカードイラストはちょっとなんか、ってなるけど、実際こうやって、ここで、ちゃんと1枚を楽しむことができると。この機能はね、実は知らなかったですね。嬉しいですね、これは。はい。素晴らしいです。運営さん、ありがとうございます。というわけでね、まあ、こんなこともあるので、じゃあ、SSR の以上のカードの進化はすごく楽しいんじゃないかなと。まあ、言っても SSR でもね、まだっていうか、イラストがまあ変わらないカードも何枚かあるんですけども。でね、まあ、進化が終わっちゃったね。終わっちゃったね。あとは、そうだな、ドライブツアーが、まあ、もうちょっとで後半が終わりますよというところで、今や385,360ポイントなりました。でね、まあね、このね、リサが来れば、エンジェルソングも、いい感じにスキルレベルが上げられそうなんで、ね、待機値もちょっと少なくなるし、やっとね、スカイライブの、アザーコーナーがね、潰せるので。ここいけるかな？ 45 万か。まあ、いけるかな？ちょっとね、不安感はあるけど。でもまあ、だいぶ、ね、底上げされるからね、本当に。ボーカル単で行って、ここの UR キャラチケットを獲得できるかもしれない。でもここ2個あるんだよな。この先見てないけど。
まだちょっと不安があるけど、まあ言うてその前にね、やらなきゃいけないところがあるので、あ、違う、ドーナツはね、まあ、ここはね、埋めるだけなんだけど、スキルレベル10だからやっとだよね。だからあのリサを、まあまあ、ね、10まで上げればここもクリアできると。うんうん。スキルレベル12、ここまだ先だな。まだまだ、埋まらないかな。いやー、アザーカードの育成はね、割と、ほんと、ヤミちゃんの次にね、重要視してるんで、ねえ。ここももうちょっとかな。そろそろね、ボーカルのスキルレベル20がようやくできそうなので、ね、この辺はまあね、合間にやりたいと思います。まあ言うてね、そう、キャラ縛りがあるんで、キャラが育ってからでもいいから、まあ慌てることではないかなと。うん。で、キャンディーをフルコンプしましたと。で、バームクーヘンが、まあこの辺も今ね、ちょこちょこ やっと埋められてますね。まあ、ここはまったりなんだけど、まあそのキャラ縛りがね、ちょっとね、12枚あんで、あとはね、スキルレベルなんですけど、ここももうちょっとでいけますね。ここヤミちゃん禁止なんで、まあ、ユイの UR がそろそろね、20になるんで、レベルね、スキルレベルが。で、ここは、あ、ここなんで俺と、あ、そっか、ララなしっていう条件が1回あったからスルーしたんだ。まあ、言うてもか、ここもいけますね。一応今、ララの、インタレストボイスかな、あれがスキルレベル20になったんで、今、アクトの20はこなしていって、感じですね。だからこの辺もぼちぼち、ここもまあだからボーカルの20が揃ったら埋めていきます。で、あとここか、ここがここを取りますね、まずね。うん。だからリサが来たらここまず取って、ここのやっとプレゼントボックスが開けられると。あー、長かったな結構。で、モンブランのここも頑張って取っていくとしたらね、もうあのフルコンプになるんで、一応ねフルコンプっていうか、まああのね、うん、全クリというか、あとはまあだからミッションをこなせば OK って感じですね。あとはもうね、あとはって何回言うんだ俺ってぐらいだけど、あ、このアップデートね、楽しみなんでね、6月来るからね、新規イベント、新しい、多分全く新しいイベントが来るんですね、今までにないやつね、楽しみですね。で、アクティブに新規キャラが追加と、これはね楽しみだな。多分でもまあ順番的にララとかなのかな。まあヤミちゃんが来てもダークネスだからね、一応ねモモが最初に来てるから、多分次ヤミちゃんの可能性が非常に高い気もするんで、これは楽しみですね。で、スカイライブに新モードが追加と。新モードってのが何なんだろうね。ステージじゃないんだもんね、新ステージではなくて新モードって書いてあるんだもんね。だから多分このライブ回数3回とかに加えて何か新しい要素が加わるってことなんでしょうかね。これ楽しみですね。やっぱだから毎日の楽しみの一つですからね、スカイライブはね。はい、ってな感じですかね。まあぼちぼちね、時間もいい感じなんでね、この辺でじゃあ一回切りたいと思います。どうもご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。バイバーイっす。